29人の壁ちゃん、ありがとうございます。本当にの内容的とかじゃなくて、普通に出演、番組の内容的にもそうなんですけど、もちろん出演させていただいて、すごくなんだ勉強になる、なりました。内容的にもそうだけど、なんて言ったらいいんですかね、テレビ収録として、ナナさんね、ナナさん広島も来られますね。生パーサー尾形さん、そう、パーサー尾形さんも本当にすごく優しかったです。ぜひご覧ください。大丈夫な方いた？あら、どこだ？あ、ひささん、お誕生日おめでとうございます。今日は意外とすごく疲れてます、私自分でもびっくり。おめでとうございます、ひささん。あ、アリくんさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう、そう、ちょっと後ろにね、大丈夫ですよ、さっきよ、スキーまでちょっと寝ちゃってました。大きい、そうですね、明日は恋ラジです。あのね、人をそん、あのね、なんて言ったらいいんだろう、多かった、多くは、なんか想像しとったよりはめちゃめちゃ多いって感じではなかった。あの平日っていうこともあって、そう、もちろん多かったですけどね、多すぎることはなく、というかそんな感じでしたね。そう、そう、めちゃめちゃ修学旅行生の
たちと外国の方もいました。本当に修学旅行生すごく多かった。こんばんは。テスト22の20テスト2022のバーカミちゃんか、どうしよう。上着とか持ってるからな。そうそう、新日記念配信だいぶ前にしたの？してないです。嵐山は行った？行った。今日ありがとう。皆既月食でしたね。赤く見えるところは見れんかったんや。皆さん見ました？あの肉眼で赤くなった？もみじはねちょっと後だって。前髪のコンディションは悪いです。答えてないわけじゃない。いいよ。しかも中学生っぽい子も高校生っぽい子もたくさんいたから、あれでは見た。なんかライブ映像みたいな。うちのツイートのおかげでよかったです。その見てるよ。ね、いろんなメンバーと行きたいです。なんかすっごい目が乾燥しとるわ。皆既月食してるみたいなライティング、確かに。ここに来るんです。オレンジライト。渡月橋のが流れとる、が渡月橋がかかっとる川を ボートで漕ぎました。4歳のカナ当選してました。ありがとう。待ちしてます。
あ、そうそうそう、上のところ。私めっちゃうまかったんですよ、漕ぐのが。なんか今日は風が強かったらしくて、今日は風が強いから大変だよ、いいのみたいな、すっごく受付のあの主の方に言われたんです。めっちゃめちゃ本当に流されたら1時間ずっとあっちだよみたいな、本当に乗らない方がいいんじゃないかっていうぐらい、あの言われたんです。受験絶対なんか下流流されたら下の方に行っちゃうから、上を目指して漕がないと助けてあげないからみたいな感じで、絶対に上流に行こうって思って、そう頑張ったんです。ね、一人だけ漕ぐやつ、オールでこいで、そうそう、もう一人はなんか真正面に座って、こう優雅なひとときをみたいな。でも私がすごくこぎたくてこいでみたかったんですよ。そしたらめちゃめちゃよかった、あのすごくうまく焦げました。うん、ボート貸し出しって書いてあった気がするけどな。あきちゃんも漕いでみようと思って言って、あの私が結構上流まであの行ったところで交代して漕いでみたんですけど、めちゃめちゃ面白かった。なんか6分ぐらい漕いどったんだけど、おきちゃんは全然そこから動かなくて、その場所からなんか回転してるぐらいの。全部私は正面で動画撮りながらさ笑ってて、めちゃめちゃ面白くて、なんか漕ぎ方もね、なんかカクカクしてるんですよ。あの面白さがちゃんと私のその動画に映っとんか分からんけど、なんか石につかかったりして、で筋肉痛になるんですかね、わかんない。でも私あのドアじゃないよ、屋根裏収納。あ、もともとそんなにね腕力がないんですよ。あの懸垂だっけ、あの
でっかい鉄棒みたいなやつにさぶら下がってさ進んでいくやつとかができなくて、2、3個ぐらいしか。運転か、あれができんくて、だからボートを漕げば腕力もつくし、ダンスももっと上手くなるんじゃないかと思って、なんか日常的にボートを漕ぎたくなりました。まあ、これですよろしくお願いします。お待ちしております。遅くなったんですが、先日のジャズの料理に来ました。こちらこそありがとうございます。マシちゃんよかったよね。なんか STU の楽曲がジャズになるのもさ、すごくさ素敵だったし超ありがたいことですけど、私たちも何曲かでもいいからジャズソング歌ってみたいなって思いました。それでは団長読んでいきます。13位キミさん、12位スランプくんさん、11位坪井ゆうすけさん、10位おしめななみんさん、9位ブルーさん、8位長谷川さん、7位トラッキーさん、6位テリーピーさん、5位マサさん、4位昔からおじいさん、3位待ってると言ってくれなさん、2位ナッカンさん、そして1位はドゥルルルンちゃん、アリくんさんでした。ありがとうございます。ごめんなさいね、いろんな今日のラッキーナンバー22はドゥルルンジちゃんライザーさんでした。ありがとう。一つのコメントでもみんなに言ってますので、皆さんのことお待ちしてます。明日は声ラジです。聞いてください。バイバーイ。おやすみなさい。